カロチャは、ハンガリー、バーチキシクン県の自治体。ハンガリー有数の古い町で、国内に4カ所あるカトリックの大司教座の一つ、カロチャ大司教座がある。首都ブダペストから、南約120キロメートル、ドナウ川東岸に位置する。カロチャ大聖堂、不大聖堂広場と大司教宮殿キリスト教を、授与した、イシュトバーン一世が設置した、司教座の一つが、カロチャに置かれた。 初代司教はパンノニアのアストリクスであった。1135年に大司教座に引き上げられた。100年余り後、司教ベネディクトスによって石像の最初の司教場が築かれた。1529年、オスマン帝国軍の来襲で町は完全に破壊された。トルコ支配下で大司教場は1602年まで継続して要塞として使われた。 しかし町の改修が行われた時に没収され、1664年にカロチャを訪れたエブリア・チェレビによれば、モスクと3軒の雑貨店、旗子になっていたという。1686年にオスマン軍が撤退した時には、司教場は焼き払われた。1688年にカロチャ大司教となったレオポルト・カール・フォン・コロニッチは、ゴシック建築での礼拝堂の再建と修繕を命じ、 彼の後継者たちも工事を続けさせ新しい大司教宮殿が1775年に完成した。1784年、大司教、アダム・パタヒハはいくつかの修道院が所蔵する中世の文書から1万7千冊を司教の施設図書館に包括した。彼の公認者たちも収集し続け、14万冊にまで拡大した。1875年、 市街の大部分が火事で焼け落ちた。第二次世界大戦で損傷した大使供給殿はまだ完全に修復作業が終わっていない。しかし以前と同じように重要な大使教座の所在地である。1993年、大使教座は正式にカロチャケチケメと大使教座の名称となった。ドナウ川クルーズ目当ての短期滞在者が増え、観光業が伸びている。だが、 伝統的には農業中心の地方で国内有数のパプリカ生産地である。その他、ワイン、果物、麻、トウモロコシが挙げられる。カロチャ周辺で盛んなカロチャ州が有名である。ありがとうございます。